はーい、ということで本日はサソリにオーバーロイド布教するぞー、イエーイ。ということで、サソリ君、君はカードゲームは好きかい？愛してますそんな君にね、なんとですね、こちらのオーバーロイドというカードゲームは同じカードデッキを共有して戦うゲームでございます。なるほど。はい、まあとりあえず説明がこれからされますので、ルームチャットご覧ください。なんとね、これね、クリックすることによって、ね、説明が出てくるんですよ。すごくない？これがあのクリックアクション、クリックアクションってやつなんだけど、このゲームについて、アンドロイド軍と人類軍の戦争の顛末を紡ぐ2人対戦型カードゲームです。たった13枚のカード、シンプルなルール、奥深い戦略性、一発 KO の可能性を秘めた切り札を手に、知略と心理、運すべてを駆使して戦いに勝利せよという内容です。続いて、プレイヤーまずアンドロイド軍と人類軍に分かれます。陣営決定用の4札を右クリックし、1人ずつ引いていきます。試しにちょっと今俺がやりますね。はいはい、こんな感じで引いて出します。今俺が引いたのは、超越者のカードです。なので、超越者のカードを引いたプレイヤーはアンドロイド軍、つまり上に行きます。そして、あなたが無垢のカードを引いた場合は、あれ、なんでアンドロイドしかないんだ、俺なんで1枚しかないんだ、知らねえよ。あ、なんで1枚しかないんだ、無垢のカード消えとるんやが。さ、これさては前に遊んだやつら、これあれしたな、これさては。ロードさ、これで戻ったはずだ。よし、ただし俺たちの駒は消えてしまったということで、まず説明してからいくぜ。まずさっきも言って、はい、なんで今引きますね。はい、今度じゃあ俺ムク出ましたね。そしたら今度下です、ムクだったら。ほうほう。そして超越者アンドロイド軍は上です。はい、ほうほう。超越者を引いたプレイヤーはアンドロイド軍、ムクを引いたプレイヤーは人類軍となります。はい、続いて、デッキの山札からお互い5枚ずつ引いて手札置き場に置きます。試しに今俺が5枚引きます。まず、はい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 、手札置き場に置きます。このように、はい、全員私が出したカードはこんな感じです。うん、いろいろあるな。はい、いろいろあります。内急者を、はい、そして、そしてもちろん無垢側、アンドロイド軍じゃない人類側も同じようにカードを引いて1枚余るようにします。はいはい。残った1枚は伏せ札といいまして、中身はゲーム終了まで絶対に見れません。つまり何が起こるかといいますと、基本的に絶対、基本的に絶対に自分が持ってるカードは相手は持ってません。つまり自分が持ってないカードは相手持ってます。ただし伏せ札が1枚あるので、はい、1枚だけ分かんないんですね。ああ、そうか、合計6枚、はい、ああなるほど。1枚だけ分からないんです、絶対に。ちなみに今回は博士でした。なるほど。はい、そしてお互い手札からバトル上に出すカードを1枚ずつ裏向きで出します。まあ、今回ちょっとあの実演するんで表向きですけども、本来は裏向きで出します。カード出す順には先行後行があります。まずアンドロイド軍が先行、まあこの矢印が書いてあるようになってるんですけども、矢印の順に、あーやばい、危ねー、ね、いや俺の方なんです。はい、なんですけども、まあ、こちらの、まあ、矢印で置いてくんで、じゃあ試しに俺がじゃあこの歌姫を置きましょうか。で、うん、向こう側が兵団を置くとしましょうか。じゃあね、うん、はい、そして続いてです。双方がカードを出したら同時に全体に公開してバトルします。バトルは原則数字が大きい方が勝利し、勝利者は勝ち星を1つ得ます。なんでこの場合8と10だったら普通兵団が勝ちますね。ですが、はいはい、カードにはそれぞれ効果があり、バトル時に必ず発動します。故に歌姫の効果はこちら、兵団に勝利するという能力ですので、数字関係なく兵団は敗北します。なるほど、特定のカードに対するメタがあるのか。はい、そして、兵団カードはこれの効果は、勝たないと発動しない効果なんで普通に負けます。はい、そして勝ったんでここの勝ち星をこっちに移動させると、これによって勝ち星が可視化できるわけですね。なるほど。
はい、で基本的にバトルの効果は絶対に両方とも発動しますが、うんうん、もし何か順番関係しそうな能力だった場合は、先行が優先されます。はあ、はい、先行から先に処理されますという感じです。 OK、はい、続いて、6回バトルを行い勝ち星が多い方がゲームの勝者となります。ただし超越者と無垢の効果による途中でゲームが勝敗を決する可能性があります。超越者のカードの能力ご覧ください。このカードでバトルに1回でも勝利したらそのゲームに勝利します。全よエクストラウィンです。わお。ただし無垢は超越者とのバトルになった時点でゲームに勝利します。はあ、なるほどね。はい、というメタカードがあるわけなんですね。うん、なんでこれらのカードを駆使して頑張る必要があるというのがこのゲームの勝敗でございます。また今回やっていくんですけども、ディティクトというルールがあります。あの、はい、気づきましたか、1から4つ目までなんか星2つずつ降りてません？なんか勝ち星。あ、確かに。はい、ディティクトというルールがありまして、高校選択者のみが使える能力なんですが、うん、ディティクトと宣言した上で相手のカードの種類を言い当てます。うん、そして言い当てた上でバトルに勝利すれば得られる勝ち星が2つになります。あ、なるほど。はい、そういうルールがあります。もちろんディティクトに失敗したからといって何かペナルティがあるわけではありませんが、ただディティクトを使うと基本的に相手、まあ、自分が持ってないカードを普通言うはずなので、うんうん、まあ、相手にもしかしたら伏せ札の内容がバレる可能性があるんですね。あー、なるほど。はい、というまあ欠点もございます。なんでまあ何でも言えばいいっていうわけでもないです。ということで以上かな。はい、なるほど。 AD2045 シンギュラリティの到来、それはアンドロイド人類の長きにわたる戦争の始まりだったということで、以上がオーバーロイドのルールでございます。 OK、 はい、ということで、ではですね、まず最初に、どんな効果があるのかっていうのを左に置いてあるので見ていこうと思います。順番にね。はい、1つ目、ムク、超越者とバトルになるとゲームに勝利します。ただし基本的に最弱です。うんうん、続いて魔導士ハッキング、相手の手札を1枚公開します。公開されたカードはそのゲーム中ずっと公開したままの状態で手札が残ります。なるほど。出す時もです。なので基本的に先行で使いづらくなるってわけですね。魔導士使って無垢とかあのシンギュラリティとか超越者とか出すとやばいですね。確かに。はい、そして3、創造者、獣あるいは超越者に勝利できます。うんうん、続いて4、ジャミングバトル相手のカード効果を無効にします。こいつは、先行後攻関係なく絶対効果を無効にします。うえつよ。はい、続いて偶像、戦士に勝利します。ほう。続いて、愚者、このバトルでは数字が小さい方が勝利します。俺こいついっちゃん好きや。はい、めちゃくちゃ強いです。だってほらこれだったらシンギュラリティに勝てるから。そうなんだよな。はい、シンギュラリティは勝たないと効果発動しないんだよね。ああ、なるほど。はい、続いて内通者、自分と相手の手札を1枚ずつ指定し交換できます。なんで内通者がいたら無垢取られた、シンギュラリティ取られたが発生できますね。ああ強い。はい、そして先ほどの歌姫、兵団に勝利する。意外とこの辺の弱そうに見えたガールズが意外と強いんですよね。ね、だいぶトリッキーだっけ。はい、そして獣、相手の使用済みカード1枚の効果を選び適用できます。相手のです。あ、すごい、今デュエバのカードで例えそうだったらやぶね。別にそれでもいいと思うけど、まあ、マーダンロー見てマーダンローは俺ギリギリわかるわ使わせたからなお前に。はい、相手の使用済みカード1枚なんで、だから例えば相手が1回シンギュラリティとかであの1回間違えて使っちゃったりしてたら、こいつ使って勝ったりとかできます。だいぶこいつイカれてんな。ただ数字はコピーできません。あー、なるほど。効果だけです。なんで、うん、もしシングラティコピールとしても10とか11に負けて効果発動できませんのでご注意ください。数字はコピーれません。続いて兵団、こいつも強えんだよ。バトルに勝利すると次のバトルの相手の効果無効にできます。強え。なんでアンドロイド陣営で兵団持ってたら、あの兵団で勝ったらほぼ勝ちです、うん、だろうね。だって次のターン超越者出したらもう絶対無理だから超越者に勝てるのは効果だけだから。確かに基本的にはね。ただし、そして、戦士、バトルに勝利すると自分の手札1枚と入れ替わります。ほう。これ気をつけてほしいのが、
効果は絶対に発動しないといけません、うん、なるほど。なんでこの戦士はめちゃくちゃ強いんですけど、終盤まで置いとくと結構めんどくさい。なるほど。自分が残しときたいカードも使わなきゃいけない可能性があるから。あ、そうか。はい、まあお前に分かりやすく言うと、自分の手札1枚消費してこいつは攻撃できると思っておいた方がいい。あー、大流感か。はい、そんな感じです。そして超越者、先ほど言いましたね、このカードの効果で、うん、このカードでバトルに勝利するとゲームに勝利します。はい、はい。そして最後、弾丸13ですね、この弾丸最強カードですね。まあ超越者も勝てます、うん、ただしこいつは先行に出すと数字が0になってしまいます。なるほど。だからこいつ無垢にも負けちゃいます。ただ相手が愚者だったりすると逆に勝っちゃうわけなんですよね。なるほどね。はい、あとあのあれですね、博士だったりするとこうカード効果無効にされちゃうんで、逆に、あ、そっか、逆に強くなるんだ。逆に強くなっちゃうんですよね。なるほどね。っていう要素があるのがこのカードゲームオーバーロイドでございます。マダラウシさん制作です。よし、早くやろうぜうずうずしてんな。ということで、じゃあ始めていきましょうか。やるか。あ、ただその前に駒出そう、わかりやすい、視聴者わかりやすくする、ね、ちょっと俺が出すわ。頼むわ、お前はこれ、あの自分で大きくしといて、画像自分で大きくしといて、わーいわーい。で、俺はどこ行ったっけ。ちょっと大きくていいか。せっかくだから本気でグラサンつけていくか、人間体で。やばい、読み込みが遅いよー。あ、来た。うおー、画像サイズ20ぐらいかな。あ、ちょうどいいな。俺19くらいにしちゃう。 OK、 よし。ではまず、じゃあお前からでいいよ。カード1枚、ダブルクリック引いてください。それで裏向きに取れるんで。で、このなんか画面外にある方だよね。教えてください。そう、画面外にある方1枚。はい、何出ました。上者。じゃあお前上でいいよ。ウェイ。はい、では俺が最初無垢です。では続いてこの11枚の方から、5枚引いてください。一度に引いていいです。お前向けようぞ。よいしょ。はい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 、まあ、後で綺麗に置く。ちなみに前回はなんだかんだ俺ボロ負けするかなと思ったら、なんだかんだ全勝してました。さあ、ほほーん、はい、引いた。ほーん、へー、ふん、悪くはないんじゃないかい。なるほど、なるほど、なるほど。悪くはないんじゃないかい。 OK では、始めてまいりましょう。オーバーロイド、オーケー。先行前からだ。カードを置いたらセットと言ってください。セットしたらもう変えられません。なるほど、そうだな、この場合はどういうマインドでこれ進めたらいいかわからないけど、俺とカードゲームマインドで進めるか。どういうカードゲームマインド。これだな、セット。じゃあ俺も置くか。まあ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 、初手はね、初手でもカードゲームマインド何でいくんだろう。カードゲームマインド、お前のカードゲームマインド？イエイ。いやでも多分こいつはカードゲームのイロハを結構分かってる人間だから、じゃあ行こうかな。ディテクト、魔導士ハッカーではオープンしましょうか。ダブルクリックで、せーの、オープン。当たってた、やったー。では当たってましたので、私が2点入りますが、カード効果は必ず発動します。まずあなたからです。魔導士の効果が発動します。ハッキング、手札1枚公開。はい、どれか好きなの選んでいいよ。じゃあ左から2枚目のカード、うん、左から2枚目、バトル3の下かな。そう、ではこいつです。そうです。いた。まあ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 厄介かな。そして続いて兵団の効果が発動します。次のバトル、お前のカードの効果は全部無効化だ。オーケー。では先に2点いただきましたが、私のターンです。うん、どれにしよっかなー。
でしょうかな。でもカード効果使えないってことはここで蝶々を切ってくるわけはないから勝てるけど普通に無駄だから。この場合はどれがいい。まあこれじゃない、セット。ちなみにこのカードゲーム、相手の手札を見ること以外はあの一切の心理戦 OK としてるゲームなので。そうなんだ。全然揺さぶりはどうぞ。逆に平座切ってやるってのがあるからな。ちょっと悩むな。いや難しいでしょ結構このゲーム。ちなみにねこっち側はねあのいつね、やつが出てくるとかでプルプルですよ。ああこれじゃねえかな。じゃあおセットではディテクトはしますか。あ、そっか、俺できるんか。うん、高校はできます。そうだなぁ、まあ、どうせあれが来るって思ってやってるわけだし。そうだな、ディテクト偶像オープン。なんでわかんねえ。いや、やば。うわやっぱうまいな。では、あなたは2点取って取り返された。やばい。内通者の交換により相手の手札と自分の交換1枚選んで交換できます。選ぶのはあなたが持ってるあのカード1枚と見えてない状態で相手の1枚です。ああそうだな。じゃあこれはあのバトル3に置けばいい。そうね、バトル3にじゃあ置こうか。その方が分かりやすい。じゃあ俺これあげるよ。じゃあどれと欲しいですか。取ってっていいよ。ああそうだな。まあ普通にこれは見えてるカードがあるし、はい、見えてるカードを取ってた場合はそれも見えたままです。公開するなんで。あこれ普通に考えてだって分かりやすく、まあ、メタ切られてるわけだし創造者だ。おじゃあ創造者どうぞ持ってってください。じゃあ俺これもらいまーす、はい、自分だけ見る。なるほどね。じゃあお前のターンだ。そうだな、この場合は、さすがにそろそろこれ切るべきか。いや怖いな。いや怖いな。あのね、人類側はねいつでシンギュラリティが来るかにビクビクしながら生きていかなきゃいけないんだよ。アンドロイド様に怯えながら生きていかなきゃいけないからよ。セット。これ俺にとって最後のディテクトターンなんだよな。確かに。いやこれで切り札使ってくるかな。ちなみにカードゲームバイドはタブに使う。いや切れるときに強いカードを切れるのが強いカードゲーマーだからね。いやでも切ってきそうなんだよな事実な。でもこれもなんか全部嘘っぽいんだよな、こいつ嘘つきだから。まあ、ちなみに全然俺は本当に両方やるからね。こいつ変化系能力者だからなこいつ。最近無限化系でも手を出し始めました。いやでもここは行こう。セット、ディテクト、超越者、オープン、愚者、来ると思ってたぜ。お受け取りください。ありがとうございます。くそ、いやでもこれ、いやこれきちいな、これきちいな、やばいな俺かよ。しかもわかんない一匹、僕にはもうわかんない一匹。あーもうわかんないから脳死でやるピ、セットピ。脳死一匹。これは…セット。お、なるほど。で、まあね、これは利を取れるためだからディテクト、獣、オープン。くそ、大正解だ。お前うまいな、やっぱな。うまいけど効果発動させてもらうぞ。コピー、相手の使用済みカード1枚の効果を選んで適用する。もちろん使うのは内通者。シンギュラリティもらっちゃうよ。俺は戦士をあげるよ。もう言っちゃうよ、だってどうせあげるからね。さ
どっちだ。さあどっちだと思う。右もらおうか。オッケー。お前はこれ持ってけ、自分だけ見るしな。オッケー。右。よし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 。え、これちょっと待って、これ勝ったんじゃないかこれ。テーブルダウン見るぞ。ちょっと待って、カードを思い出せ。これ、いや、でもいや、でもあいつが博士持ってるかによるな。あ、そっか、博士か。その言い方持ってないか。いや、わかんない、わかんない、どっちだ。本当に忘れ、わかんない、本当に忘れてんのかどっちだ。俺は初心者だぜ。今必死にカード効果読んでんだから。ただ、はい、博士だとしても、はいはい、あいつが博士だとしても俺がどっちに出すかって話だよな。さあお前が先行だぜ。お前が出せよそのカード。なるほど。お前が出せよ。ここでもこれかな。セット。俺は星では負けても勝つぜ。セット。なるほど。ディテクトはできない。ではオープン。できない。よし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 。あ、負けはしたが、ここで最後セットして、そっちもセットしていただいて、オープンで負けた。俺の勝ち。いやー、きつかったな。というのが大まかのルールでーす。なるほどな。はい、 HP でないけどちょっと勝ち点として1個持っときます。で、基本的にオーバーロイドは2点選手でーす。うんうんうん。この場合は歌姫がなかったのか。なるほどね。そうね、歌姫が不手札だったね今回ね。はい、ということで、で、今度は交換して、立場を交換してやってきます。はいはい。なんで私が、超越者を自分だけ見るします。じゃあ俺もして移動します。これを自分だけ見るし。はい、そうです。で、今度俺が先に5枚引きまーす。はいよー。ドロー。うんふんふんふん。あ、たたたた。おー、そんなに悪くはないんじゃないか。行くぜー。はい、どうぞ。はい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 。へい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 。なるほど。なるほどね。なるほど。そういえばぐちゃぐちゃシャッフルしとこう。このぐちゃぐちゃシャッフル意外と効果あるからな、これ。あとお前そこに出したら全部戦闘になるぞそれ。あ、ほんまやん。場所それ全部戦闘の場所だぞ。もうちょっとうちのパーティーゴブリン突撃部隊やった。ゴブリン突撃部隊やったら 0.1 とかかな、それじゃあね。0.1 かな。グシャにね、エルフにだけ勝てる。グシャには強いね。よし、じゃあ行くか。オーバーロイド。じゃあ俺が先行行かせてもらうぜ。オッケー。あー、セット。この場合はるべきはどっちかだな。あと相手何持ってる。あーでも、いや、あー、人類側だいぶ難しいだろう。なるほど。人類側本当にむずいからなこのゲーム。あの大会によっては人類側で無垢で勝利すると、うん、一気に2点選手扱いとかあったりするんだよ。で今回はちょっと普通にやっていきますけどね。なるほどね。前回はそれでやったんだけど、意外と無垢勝利多くて。これじゃねえか。お、セット。ディテクトするかい。するわ。ディテクトは、うん、え、これは内通者。オープン。戦士。さよなら。終わったー。終わった、早かったー。ってい
ていうことができるんですよ、アンドロイド陣営。そうか、それがあるのか。そうか、それ抜けてたわ。シンギュラリティ発動、キュイーン。なるほど、人類は死滅しますっていう勝ち方ができる。これがオーバーロイドのシンギュラリティの側でございます、ね、なるほどな。怖いでしょ。こんな初心者に分かりやすい勝ち方ある。そう、人類側はこれをビクビクしながらやらなきゃいけないんだよ。なるほど。このゲーム結構人闇もあるからね。ああそうか、あいつはこれしてくるだろう、してこないだろうってなんで、結構これは厄介です。というのが一応オーバーロイドでございます。もう一戦くらいやる。え、やるよ。よっしゃー、やろうぜー。じゃあ、全部戻そう。ちなみに伏せ札は何だったんだ。あー、魔導士か。そう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 。よいしょ。ほならば、お前が引いていいぞ。あー、あと、そうだ、星戻さなきゃ。おいよ。じゃあ、お前先に陣営取って、先に5番引いといてくれ。その間に俺カード戻しとくから。カードじゃない、星戻しとくから。あ、向き引いたよ。オッケー。またアンドロイドになっちゃおうねー。サドスかな。またアンドロイドになっちゃ、あ、公開しちゃった、間違えた。もうバリバリ見えてるぞ。またアンドロイしちゃおうね。アンドロイバルバロイしちゃおうね。そう、シールドトリガーあればな。シールドトリガー、シールドトリガーはないからな、このゲーム。あったら問題ではある。あったら問題ではある、だいぶな。よし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 、オッケー。なるほど。そうだな。結構いいんじゃないか、手札は。じゃあ始めますか。やりますか。オーバーロイド始めていこう。ちなみに俺はもうファーストインプレッションで決めてました。あなたです。あら。そうだな。カードゲームマインドでいこう。さっき普通にフィーリングで言ったから負けなんだ。そうだ、お前は俺よりカードゲーマーとして上だからな。ちなみにさ、お前のカードゲームマインドを邪魔するために雑談するんだけど。いつかこれでカードゲーム大会開きたいんだよね、オーバーロイドで。いや、やりてえな、これ。あのね、オーバーロイドこのカードあんじゃん、うん、実はこの絵柄をオリジナルイラストにして販売すると許可されてるんですよ。え、マジ？そう、ちゃんとしたそのなんかあの何、そうなんかあのブースで販売されてるこのカードゲームのなんかあのプロットみたいなのがあるんだけど、うん、それさえちゃんとしてればあのオリジナルカードゲーム作れて。セット。お、セット。じゃあディテクターしますか。ディテクトは、これが、弾丸オープン博士。おー、なるほどね。じゃあ、ディテクター失敗しましたが、あなたの勝ちですし、俺の効果は無効化されるんで、普通に俺めんどくさいです。普通にめんどくさいです。まあ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 、まあ、普通にメンディーメンディーことしなきゃった。なるほど。いや、全然ここでね、俺としてはちょっと好カード切ってきてて、ポイント削られるぐらいは見てたんだけど、そうきたか。なるほどね。では、お前が先行だ。そうだな。セット。俺は結構決めてました、セット。ただ、ディティクトなんだろうな。勝てるやつを言わなきゃいけないからな、基本的に。だったら、ディテクト創造者いきます。はい、オープン。オープン。おっしゃい。では、俺はディテクト成功したんで2つもらい、そしてカード効果が発動して、戦士を、これ戻すときはこれ自分で見るで、これカードしていいです、これ隠していいです。そして出すのは、偶像です。なるほど。はい、これ意外といいんですよ。これあの捨てたやつってこれ効果発動できないんですけど、もちろん、うんうんうん、この偶像ちゃんは戦士に勝利するっていう能力なんで、俺が戦士持ってる時点でこいつがカスなんで。そうなんだよな。そう、コストとしてはさら素晴らしいんですよね。ということで、お前のターン。あ、俺のが最初ターンか。こちらだ。どうしよう、この番が何だ。あいつが今持ってそのカードなんだ。はい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 、
はいはい、まあ、あれは一個戦士で確定してるか、はいはい、あいつ絶対読むの、これパワーカードしか残ってねえだろどうせそうだろ。いや、知らんけどいや、知らんけど、知らんけど、そんな言われても打ち困る、そんなセット、うちそんなん言われても困る、そんな、これはもしかしたら大概逃げたかもしらんけどせっ、いや、待った、もしかしたら大概、確かに逃げたレベルの超強いカードかもしれんけど、これはちなみに邪魔するためにさっきの話を続きするんだけど、いいよ。あの、実際ね、このあれオーバーロイドの配信者大会とかの優勝商品が、あの、うん、優勝した人のイラストの超越者カードとかだったりするのよ。セット。ディテクトは？ディテクトは、戦士見えてるけど、まあ戦士かな。オープン見て、まあまあまあ、あ、オープンしてくれ、オープンなってないよこれ。なんかダブクリスターできる。あれ俺の、あ、俺ごめん、俺の回線が悪かった。あ、てかお前勝ちやん。ウェイピー。あれでもムク使っちゃっていいのかな、こんなタイミングで。いや、まずいよ。あれれれれれれ、ムク使っちゃっちゃちゃしていいのかな。神じゃないよ。さあお前のターンだ。どうしよう。使っちゃっちゃっちゃちゃ、カード的にどうだ、どうしよう。迷うなこれ。まあ基本強い超越者が有利なゲームなんだね。ただ点数で言うと今同点だから。あ、そうか。まあちょっとなんか安牌取りに行ってもいい気がするな、これ。次のターンかけるか、セットか。じゃあ俺もセットなんだけど、ディティクトはね、まあじゃあ希望的観測でいっか。獣、オッケー、オープンぐしゃ。まあだよね、まあそうくるよね。まあなるな。では1点どうぞ。生きてもらった。そして俺のカードの効果は勝たないと意味がないのでアウト。ええ。ただよ、これよ、ちょっと待って、冷静に判断するわ。3だろ、4だろ、6だろ、で9はあるけど相手のカードの効果だから。これさ、サソリくん、なんだい君、シンギュラリティに対抗するカードないんじゃないのかい、セット。それは分からんけれど。セット、セット、オープンナイスした。ない、俺の勝ち。いやー、さっきね、超越者来ると読んでふんだん入れたからな、ぐしゃ。いや、ちなみに、あのカードのあれが良すぎたほぼ最強と言っていい布陣だった。ほぼだよな、俺だってもう7並べて1から7までだったもん。いやマジで、あのこの愚者だって今来たらラッキーだし、今来なかったも平壇でボコせるしだから最強すぎたんだよ。いやだから俺としてはその順番的には愚者のタイミングはシンギュラリティで、平壇もね、俺歌姫持ってたからね。そうだね、それでぶつけてたら、そこでやりたかった。そこでぶつけたら獣だね、俺は愚者に怯えながら超越者となきゃいけないから。そうタイミングだったな。そうそう。でしかも戦士持ちって、戦士が最後までいると超越者とか無垢をコストにして戦士出さなきゃいけないっていう可能性がありえるから、逆に言うと戦士出せなくなるんだよね。っていう読み方、学び終えたわ。そうっていう学びもできるんですよね。カードゲーム学びで強くなって。いや怖え。ということで、じゃあ今度俺が無垢側だ。俺じゃあ超越者。はーい、変更、立場変更。自分だけ見る。では先にお前は5枚引いてくれ。はーい。なんか全部なんか強いの声、全部強いの声。でも意外とそれに対するメタもあるっていうのがオーバーロイドの面白いところだよね。そうなんだよな、このゲーム。なんなら超越者とか無垢取られてもまだ接戦できるゲームだからな。
マジすげえいい塩梅。あれカード取りすぎじゃね。お前1枚奥取りすぎたからもう一回引いていいっすか。そうだね、じゃあ待って全部山札に戻そう。じゃあ待って、告白のゲームってさ複数枚6枚引くなんか慣れちゃってるね。はい、じゃあもう一回5枚どうぞ。5枚だね、ごめんね。大丈夫大丈夫、告白のゲームで6枚、なるほどな、なるほどな、わからんでもないわ。プロポーズ捧げるやつだ。そうそうそう、残念だがお前はアンドロイド、お前に恋なんて概念は存在しない。さあアンドロイドは恋をする、アンドロイドは恋するわけないんだ。俺がそれを証明してやる。最悪じゃん、アンドロイドに感情なんてねえ、あいつら鉄くずだ。さあ俺たち人間が勝者だ。笑った。うわ笑ってない、感情ないやつだ、感情ないから笑ったって言ってるやつだ。やば、怖っ。うわ怖っ。じゃあオーバーロイド始めていきましょう。オーバーロイド、さてどうしようかな。相手は何セットしようかによるけどな。あ、そうか、俺からか。そう、お前からセット。まあカードゲームだといいんじゃないかな。セット、カードゲームマインドで負けてんだよな。カードゲームマインド嫌なこと言ってくるな。カードゲームマインド、いやでもやっこれで何でもやってるわけだからな、カードゲーム。じゃあ俺もカードゲームマインドでいくか。セット、ディテクトはどうする。ディテクト、じゃあしちゃおっかな。じゃあ超越者、オッケー、オープン、オープン、戦士。あーまあ勝ったからよし。ではこれ使い切ったのいいんじゃないか。点もらいます。まあそうね、確かにお前にとってはいいだろうね、全然。じゃあ俺かー。ってことはあいつはあれを持ってるんじゃないか。セット、セット、ディテクトは抜く、オープン。あーでも負けたわ、どみち負けたわ。1点もらい、考えすぎた。さあ、じゃあ次をどうするかだな。お前やな。いやーこれめっちゃ悩ましいぞ。なんでそっち側にそいつがいるんだよ。いやーこれはこれはこうだ。セット。お、どうしよう。おーどうしよう。あーどうしよう。どうしようどうしよう。落ち着けよ。どうしようどうしよう。セット。ディテクトは。ディテクトは。偶像。オープン。オープン。魔導士。ナイツした。おお。では面白いな、俺勝ったからもらうけど先行なんで、お前が俺の手札1枚公開させてください。じゃあ愚者の下でこいつです。歌姫か。で俺が手札交換するんで、いや嬉しいよ。これは逆に交換されたら公開された手札はもう戻せねえからな。俺丸見えのやつおめえにやるよ、この歌姫よ。ジョーダバの女だぜ。ジョーダバの女からやるぜ。じゃあ一番左もらいます。オッケー、歌姫どうぞ。自分だけ見る。俺毎回これ引かれるんだけど、何お前、運ないなお前。ないんだ、運が。お前本当につくづく運がねえな、おめえってやつは。マジで理論で頑張ってるけど運がないんだよね、おめえってやつだよ。つくづく運がねえな。先行俺だぜ。ちょっと待ってこれ。あーなるほどね、なるほど、それがあるか。でも厄介だな。あーでもこれやばいかもしんないな。なるほど、ちょっとこれバレどうせ気づいてるんだけど、バレたら嫌だからこれ口に出さないでおこう。うわーどうしよう。うわー、まあこれかな。でもまあセット、これしかねえだろ。だって相手のカード無垢と平壇と超越者でしょ。そう、これ見せんけどね。お前だってさっき偶像宣言してたよな。
この場合は皆さん、これがディティクトの危険なところですよ皆さん、これがディティクトの危険なところですよ。なるほどね、なるほどね。ムクは別に俺は失礼のとかね、ムクに関しては恐れなくていい。本当かい？計算…本当かい？本当だけど。いや、本当に怖いのは本当だけど。今のうちにシャッフルしておこう。本当に怖いのは俺が持ってる歌姫であれに負けることだ。さあどうする、さあどうする。お前は何を望み、お前は何を持って俺を倒そうとする。これでセットした場合パターンを考えよう。一番利がある方向を取る。うわ、なんか頭さそうって言ってるなんか頭さそう。いや、これ大事なマインドよ。なんか頭さそうって言ってんな、あいつ。なんかなんかあいつ頭さそうって言ってんな、あいつ。なんだあいつ。それ走行アッキーはいつやるんだ。あ、まずいバインドが。あ、それ走行アッキーどこまで進んだんだ。教えてくれよな。俺お前の歪んだ顔が見てえよ。ちなみに言っとくけど、今のところ俺勝ててる。カードゲームでお前勝ててるのすげえ珍しいから、すげえテンション高いよ。何？ディテクトできるよ。ディテクトは。平等オープンオープン獣。まあ出すよな。効果は何使う？使用効果、相手の使用済みカードだから13、6、7、どれか。愚者。まあだよな。じゃあどうぞ2点取ってってください。もらった。ただしだよ。じゃあ相手の残りカードはあれとあれだから。ただしだよ。ああなるほどな。ああなるほどな。うわ、いや2つに1つか。いやでもサソリ、これはこれはお前の負けだぜ。マジか。なんてか教えてやろうか。お前が先行ってことは、つまり見えてる歌姫を出すか、見えてないどうせ博士を出すかだ。確かに。つまりお前がどっちを出そうと、俺はこの後出すか今出すか決められるから、これは。なるほど。我々人類がお前らの頭をもぎ取ったことには勝利ださあ出してごらんなさいよ。さあ歌姫のメロディーで終わるか。オープン。オープンとか。ガッサーセーン。そうか、そこまで読まんといかんな。まあ、ていうわけです。っていう感じです。もう一回やるぞ。もう一回、もう一回、もう一回やるんだけど、ごめんやけど、ちょっとお手洗いって言っていい？ちょっと行ってくるね。めっちゃハマっとるやんけ。カード読んどこ。めちゃくちゃハマっとるやんけ。楽しいよ、カードゲーム。研究される可能性あるのか、まずいな。まあいいか。なるほど。だからこの場合は勝つんだったら俺は、あ、ここはノリでも博士を切るべきだったか。そうだ、ノリでも博士切って相手の効果無効にして、で獣を出して、まあ相手が超越者だったら愚者を出せばよかったし、無垢なんだったら兵団を出せばよかったのか。そうか、そっちだったな。やっぱ愚者がネックだなぁ。
ただ選手を最初で切る判断は別に良かったと思うけど、そういう系じゃなかったし、勝ててたら総合勝者を打てば良かっただけだから。発表をもうちょい早めに切ってもよかったか。そしたら、要するに内通者がいるんだよな。ここセットで持ってるの結構きついな。内通者が寄りすぎる。なるほどな。さっきの勝ち筋は合ってたか。ここで博士を出してたら無垢だった場合は何もなくて、残るのが歌姫と獣やってくるけど、そしたら調査が平乱になってくる。あれ、そうか、どちらにせよか。ここだったなぁ、内通者だったなぁ、ちょっと決め手が。あ、どっち早めに来た方が良かったのかね。こいつまさかずっと無言で研究してるのか。間違ってなかったとは思うけど。ちゃんと声が入れてくれてる。ただいまー。あ、おかえり。ちゃんと喋りながら研究してくれたんだ。あのね、多分ぶつくさの普通に喋ってた。お前も配信者になったね。あと危うくお前に研究されちまうから急いで持ってきなさい。さあ、じゃあ、ちなみにさっきの範囲はちゃんと研究し尽くした。怖っ。魔導士と内通者は内通者有利っていうのはよく分かった。なるほどね、確かにね。あ、でもね、これ順番だからね。これもね、例えば先に内通者出した後だったら、多分これね、逆転逆側だったら、高校が魔導者側だったらまだやりようがあるんだよ。うん、だってうまくいけばの話だけど、内通者で相手が自分のカード持ってった後に魔導士でそのカード持ってかれたカード別のやつ当てたら、お前は2枚相手の手札分かったことになるから。まあ、あとは俺あれなんだよね、その獣出した時に博士を出しておけば、負けたとしても兵団無効化しちゃったのに、次のターンどうせ獣出したら絶対に勝てるんだよ。そこを読むべきだったね。まあ本当難しいぞこのゲームは。よ、ということで戻していくぜ。ウィじゃあこれラス場にするか。どうするか。よっしゃ、参戦やったらいい感じだろ。じゃあ今度俺がも引かせてもらうわ先に。オッケー、ムクー。じゃあ超越者をもらおう。お前が先に5枚引け。 OK。 ムック、よいしょ。なるほど、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 なるほど。 OK、 引くぜ。なるほど、そうきましたか。そうきましたか。そいつはなかなか厄介だ。はい、オッケーです、うん、オッケー。じゃあオーバーロイド始めていこう。オッケー。何出してくんだろうなあいつ。セット早いね。じゃあ俺も一気に行こうかな。俺はもう最初からやろうと思ってたから大丈夫。お、あ、じゃあで星戻さなきゃ。へー、あ、そう。でも俺はセットしたぜ。そしてオッケー。ディティクトはね、いやでもやっぱね、アンドロイド側の最初はそれ出しやすいんですよね。魔術師ハッカーオープン。まあでしょうね。では効果を消した後に2点もらいますぜ。これは痛いな。ただこれでハッカーじゃない、博士消えたのいいんじゃないか。どうだろうね、どうでしょうね。じゃあマイターンか。そうだな。
今出しとく。セット。オッケー。あー、これちょっと2点取られないしな。何がカードあるんだ。あ、そうか。あ、はいはいはい。迷うなこれ。さあどうするんだい。どうするんだい。まあ、相手の持ってるカードもある程度わかるとして。そうだね。いや、考えろ考えろ。この場合は、セット。ディテクトは？ディテクト。ムク。オープン。オープン。おいしょい。ただお前の効果発動される。1点俺はもらうが、手札を1枚選んで交換してよい。ああ、どれくれるんだい？僕に。僕ちゃんに何くれるんだい？どっちかだよな、俺正直。なんとなくお前がいらなそうなカード持ってんだろうな、どうせっていうのはある。まあ、これかな。どれ持ってていいよ、俺のやつから先に。ああ、そうか。お前が選ぶ。じゃあ一番端っこもらおう。取った。どうぞ。じゃあ俺これもらうぜ。ああ、いいですね。まあ、ぶっちゃけ厄介。まあ、まあ、でしょうね。まあ、でしょうね。このカード渡してくるでしょうね。ああ、嫌なことしてくるわね。ただ俺のカード効果発動されて次のターンお前はこうかあーカード効果を発揮できない。オッケー。じゃあお前のターンだぜ。そう。ああ。一切のカード効果発動させねえからな。じゃあセットこれでいいかな。まあ早めに使おう。セット、ディディクト、戦士。オープン。オープン。ミシャ。ミー。普通に負けた。勝った。カード効果がないので普通に負けます。はい。あーどうしようこっからね。こっからどうしましょうかね。こっからどうしましょうかね。俺先行だよね。いや、俺が先行です、今度は。あ、そうか。いや、どうしよう。うわぁ。セット。セット。ディテクトは？ディテクト。創造者。オープン。オープン、獣。歌姫負けました普通に。使用効果平段。あっ！あっ！あっ！ではカードをセットしたいと思います。あっ！セット。あっ！セット。オープン。残念だったなー。弾丸バキューン。あ、ちなみにさっきお前勝ってるからこれさっき言ってて、で俺も言ってんだ。ダッカン！これで効果無効にしてるか、普通に13のままか。なるほどな。てかまず効果が普通に13だ俺は。あ、そうか。残念だったなー。順番一個ずらすときだったか。ダッカン！じゃあ最後のカードを OK や。まあこれは普通に負けるんだが、オープン。オープン。
はい、ということで1点取られたけど点数的に俺が4点でお前が3点なので俺の勝ちと。そうか、なかったのは想像者か。そう、想像者がなかったんですね。いや、歌姫なよりにしてたんだかな。そうなんですね。いや、あぶねー一番いい試合ができたな。あぶねー。いや、でもめちゃくちゃやばかった、めちゃくちゃやばかった。だって普通に点数が違うしな。とてか俺マジで弾丸引かないとなんない。あ、確かにじゃあ次、今度俺が超越者笑うぜ。私が無垢です。まあ、まだ2点選手だからな。まだ1点だけだからな。ほな5枚引かせてもらいましょうか。はあ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 、ふーん、うまい。なるほどさん。どうするかなこれ。なるほどさんだよなこれ。どうしよう。じゃあ始めていこうか。オッケー。セット。ちなみに大会ルールだと30秒以内に決めるとかそういうルールだったんですよ。マジか。30秒以内とかきついよな。だいぶきついだろ。これはなんだ。実際天界つかさとか大会に対するしね、モンスターズメイド。あ、そうなんだ。結構 TRPG やってるぜよ。結構オーバーロード言ってる。メイカちゃんも言ってるし。出すならこの3枚だとして、うまいかそれ。いや、俺のカード運が言ってるわ。今までの鬱憤を晴らすと。セット。ディテクトは？あ、ディテクト星置いてないけどディテクト言っていいよ。ああ、そうだね。ディテクトは平壇。平壇でいいのね。ちょっと待ってね。えほ。平壇でいいのね。いいよ。オープン。よいしょーい。戦士の効果により、俺はカードを戻して行ってもらって、代わりに出すのは偶像です。もちろん。なるほどな。まあ、それはセットで持ってるわね。もちろんです。いや、セットで持つの本当は嫌なんだけどね。本当はいらねえんだけどね、セットですね。ただ偶像一発目で使わせたのはでかいですね。でかいですね。はいはいはい。じゃあお前が先行だ。そうだな。これかなりいいんじゃないか。俺が先行。これかなり順調なんじゃないか。今日俺はお前にオール勝ちして終わるんだよ。あ、俺だけはオール勝ちでお前に対する今までのありとあらゆる恨みつらみ鬱憤を全部オールバーストストリームしてやるんだよ。いろいろ混ざってないか。今日お前は涙を枕でって言いそうだったわ。枕を涙で人とに濡らすんだな。涙を枕に濡らすってなんだ。逆説か。これか。警戒すべきは、まだ相手は戦士を確定で持っているから、戦士と歌姫は一旦どうしてみろや見ろや。じゃあこれ応援されとるやん。まずい、まずい、覚醒されちゃう、まずい。頑張るか。カードゲームでは不利な時は覚醒するから。突然存在しない14の数字のカードが来たりするから。それ普通にエラーカードだろ。実はオーバーロイドなんかね、DLC があってね、それにマイナス1プラス1とかける2とかあったですね。セット。お。でも真面目な話どうしようかな。あれ持ってるだろうし、だったら、これしかないか。いや
どう考えても、でもあいつは危惧すべきか。あーセット、あー愚者、オープン、オープン、魔導士。あーそっちか。じゃあ勝ちはするが、じゃあ1枚俺の手札選んで公開しな。じゃあ歌姫の上で。ヘイダーン。まあ持ってるだろうな。まあ持ってますよそれね。じゃあまあ兵団は使えるわけないですよね。セット。あれ兵団じゃない。あセットって言っちゃった。まあ、まあいいや、まあいいや。これはセット。ディテクトは？ディテクト、あー博士オープン、オープン戦士か。よいしょい。1点もらいで戦士は必ず戻んなきゃいけないんで戻して、どうしようかな。こっちかな。じゃあ戦士を出しておこう代わり、戦士じゃない博士出しておこう代わりに。やっぱ博士持ってたか。じゃあお前はカードを配んだぜ。お、待ってよ、ってことは弾丸ないな。なるほど。この場合は。どうする？ほほう、どうする？これ無理やりでも通さんと無理だな。無理やり通すかい、押し通すかい。セット、セット。ディティクトは、あーでも窓道負けだからいいやー、大丈夫大丈夫。まあどうせ正直愚者出すだろうと思ったんだけどな。ほな俺が先行か。そうだ、あいつはさっき弾丸がって言ってたよな。ってことは場に出てるカードは1,2,3,4,5 が出てな、5,6か、7,8,9,9 か。あでも俺もセットすればいけるか。いや数字で勝つな。セット、逆にしとけばうまい。え、うまいか。セットって言っちゃったからな。セットって言っちゃったからまあいいや。まずこれがあれだった場合、これしかないのか。じゃあオープン、オープン、ライトシャ。お疲れさーん。
あ、俺の勝ち。今度ジョイバンでボコすか。フラストレーション食べちゃった逆に。あ、やばい。いや楽しかったけど。やばい。ということで以上がオーバーロイドでございました。え、普通におもろいやろ。でも明日もやるか。それはちょっとハマりすぎやと。俺がちょっと体力持たないやと。え、でもこれあのマジな話、これ国宝リアで無料なんで、お前もこれ用意できるし、このあれを。あ、マジで。で、あの全然今みたいな感じであの他の人に教えてくれたらむしろ俺は嬉しいぜ。もういっぱい布教してくれ。やるか。ということで以上がオーバーロイドでございました。ということで俺は多分この後サソリのフラストレーション解消のためにあのエーペックスをやります。やります。ということで本日は今日はご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもオーバーロイドやってみてね。あつむかわとね。バイバーイ。バッチー。